クリス・ジョセフ・パダックは、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2015年の MLB ドラフト8巡目で、マイアミ・マーリンズから指名をされ契約を結んだ。2016年6月30日、フェルナンド・ロドニーとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。2016年7月30日に、 肘内側側側腹人体の断裂が判明し、8月15日にトミー・ジョン手術を受けた。2018年に復帰し、A プラス級と AA 級で合計17試合に登板し、防御率2.10だった。90イニングで120奪三振、8死球で、K、BB は15.0だった。2019年は飛び級で開幕ロースター入りを果たした。 3月31日、開幕4試合目のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。7月17日のマイアミ・マーリンズ戦では7回終了時まで無安打だったが、8回の先頭打者のスターリン・カストロに本塁打を許した。この年は9勝7敗、防御率3.33ホイップ 0.98K、BB4.94 などの好成績だった。 先発ローテーションに定着したが、1試合で100球以上や、14日での登板は一度も経験しなかった。ありがとうございます。